ちゃん暑くなりましたね。そうですね、はい、はい、じゃあ熱い話をしたいと思います、はい、オートプレスさんから、企業案件ではございませんが、YouTube の動画でのご紹介させていただきたいと思います、はい、現在ですねこちら、オートポリス無料体験走行というこういった企画が行われておりまして、このご紹介になるんですけれども、はい、まあ、体験走行というのはですね当社の、走行会の時もよくお話しさせていただいてますが、ね、先導車付き、まあ、もちろんあの追い越しも禁止ということで、HSR と比べるとかなりあのコース幅が広いんですけど、ね、はい、あの怖いぐらいあります、怖いぐらいありますあのちょっとというかもう怖いですね、あの高低差がありすぎて高低差ありますね、はい、こんなにあるものなのかと、まあ、こういった形で先導車の方がですねコース取りをしてくれてるんで、そこに合わせて、みんな走っていくという感じですね。一周が長いですね、やっぱり一周結構長いですよ、やっぱりタイムとしても、まあ、2分何十秒台ということで、はい、みんな目いっぱい走ってそれぐらいになるんでですね、そう考えるともうこうゆっくり今回ってるんでですね、もう3分4分はいかないとは思いますけど、そのぐらいで走ってると思うんで、あと先ほどちょっと聞いた話では体験走行の後に SNS 等で、はい、画像だったりですね、そういったものをあげるとなんかステッカーをいただけるっていうことで、あ、そうですね、ありますので、ぜひじゃあこのままちょっと撮影して、はい、SNS であったりそういったのをあげていきましょう。ポッ、はい、ちょっと一瞬スピードがポッと入りましたね、はいはい、この下り坂あの動画だとわからないかもしれないですけど、はい、ものすごく怖いです。これ怖いですね、いや、はい、これブレーキング間に合うのかっていうくらい加速してしまう気がしますそうですね、あのよく言うジェットコースターというやつなんですけど、これは確かに怖いですねこれは怖いですね、はい、なるほど、なるほど、いいですね、もうちょっとこれだけ道幅が広いとですね、はい、あの今あの110キロ出てるんですけど、はい、全然速度感感じない、感じないですね本当にそれに出てるのかと、うん、じゃあ1周目終わりましたので、先ほどの記憶を頼りに、まあ、ちょっと攻めていきましょうか、はい、う大丈夫です、あの1周走ったんでもう、はい、あの目つぶっても運転寝てますね、はい、はいスポーツ走行ではありませんので、あくまでコースを体験するという企画なんですが、こちらの、体験走行というのが、まあ、通常2周回ですね、はい、して今あの昔と違ってホームストレートで写真を撮るという企画が行われているんですが、通常これは2000円かかります、はい、でこれを、この、まあ、お配りするんですけども、この券とあとこの QR コードがありますけどもですね、はい、これを読み込んでいただいてアンケートに答えていただくと無料になるという、はい、そういった企画でございます。でオートプレスに入場するのに500円かかりますので、入場料は通常通りお支払いする必要があるんですけれども、この体験走行の参加料に関してはもう完全無料ということになりますので、はい、ぜひたくさんのお客様にですね、そうですね、足を運んでいただきたいと思いまして、はい、実はこちらのたくさん当社の方にいただいてます、はいはい、でなくなったらまた持ってきますということで担当者の方言ってましたので、ちょっとご興味ある方はですね、ぜひ当社の方まで足を運んでいただいて、ね、あのこれくださいということを言っていただくと、はい、そのままもお渡ししますので、はい、ぜひあの遊びに行ってください、はい、まあ、あのご自身の車で走れますので、特にそのスイフトとかワークスみたいなスポーツタイプじゃないといけないというわけではなくてですね、はい、まあ、本当スポーツ走行みたいなハイスピードではなくて、あくまで先導車がついて走る形なので、まあ、あの自家用車は何でもいいと思います、はい、一度ちょっとコースどんなところか見てみたいなという方はぜひこちらご利用いただければと思います。これ体験走行なんで、はい、ヘルメットとかいらないです、はい、もうヘルメットもいらないし、同乗車も、乗車定員分ですね、はい、乗せて OK ですね、もうそれぐらいだったと思います、はいはい、特にあの大きいルールありませんので、ぜひたくさんの方走りに行ってください、はい、で今度こちらですね、これは以前からというかここ1年ぐらいですかね、あるんですけども、ホリラン、まあ、ホリデーランランの略称ですね、とあと、ホリチャレ、ホリデーチャレンジの略称なんですが、この2つのイベントが、毎月1回ずつ行われています。でまずこのホリデーランラン、ホリランですね、こちらに関しては2分40秒目標にということで、まあ、ライセンスを取るまではちょっとなという方に関して、スポーツ走行はしてみたいんだけどという方は当然たくさんいらっしゃると思います。でそういった方を対象にですね、この、まあ、定員40名1回あたりですね、定員40名ということで、タイム計測もついてますし、まあ、比較的ペース的にはまだ目標値がまだ2分40秒ということでですね、これからどんどん、サーキットに慣れていこうというお客様には、すごく向いてるイベントではないかなと思いますけれども、まあ、こういう企画としてできておりますので、まあ、ぜひこちらもご検討いただきたいんですが、これはあくまでもスポーツ走行なので、はい、ヘルメット、長袖長ズボン、あとグローブ、スニーカーあたりが必要になってきます。ただ
ライセンスを取るときみたいにレーシングスーツとか4点ベルトとかは必要ありませんので、はい、比較的軽装でですね、走れるというそういったイベント企画になっております。でこの、まあ、2分40秒こういったタイムをクリアしてくると今度はこのホリデーチャレンジですね、はい、ホリチャレということで、初心者の方にも気軽にサーキット楽しもうという、まあ、ステップアップの内容ということになっております。でこれに関してはですね、まあ、ホリランを卒業された方とかある程度ちょっと、タイム的にも自信がある方とかこういった方が参加しやすい、枠になっておりまして、まあ、内容的にはもう20分の2本ということで基本的なスタンスは変わらないんですけれども、まあ、そういったちょっと参加される方のクラスがちょっと変わってくるという形にですね、なっていきます。まあ、こういうちょっと2つイベントも開催されてますので、まあ、当社の壮行会ももちろん、うちが貸し切りなわけですから、ライセンスとかいらないんですけれども当社のこの壮行会が始まったのもですね実は昔こういう企画で AP チャレンジっていうのがあったんですが、はい、それにお客様を一緒に集めて参加するというところからうちの壮行会も成り立ってますので、まあ、こういった企画から私たちもスタートしているというところはですね、まあ、初心者の方にも参加していただきたいというその目的の一つでもありますので、今でもこういった今は2つちょっと分かれてますけどもぜひご興味がある方はですねご参加いただきたいと思います。はい、で最後にこちら、コースサイドロッジですね。実は宿泊施設がアウトポリスの、最終コーナーの上のところあたりにあるんですけれども、こちらが少しちょっとグレードアップしましたということでですね、まあ、ホテルをイメージしたということで、まあ、オートポリスホテルという名前になっているようですけれども、はい、ちょっと部屋数が全然違いますのでこれがまあ、通常料金とレースの時の料金と、金額が変わってきますけれども、まあ、どうしてもですねオートポリスって山の中ですから自宅から行こうと思ってもまあまあ時間かかると思いますし、そうですね、まあ、行く時もそうですけど帰りももちろんそれだけ時間かかるので、まあ、どちらかだけでも宿泊するとだいぶ楽になると思いますので、こういった設備関係もだいぶ充実してきておりますので、この機会にオートポリスなかなか今ちょっとですねコロナウイルスの影響もありましてモータースポーツっていうのを、活性化が難しいところあるんですけれども、皆様の車でちょっと参加ができるようなこういった体験走行なんかもですね、企画がどんどん出来上がってきてますのでぜひ一度足を運んでいただいてたくさんのお客様に、まあ、オートポリス体感していただきたいなと思います。でよりもっとですねスポーツ走行したいという方は当社の走行会なんかも定期的に開催してますので、ぜひそちらの方にもご参加いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ今日はオートポリスの宣伝をしましたので近いうち走行会もやりたいですね。そうですね、はい、はい、そんなことも考えながらの動画でございました。ということで今日はこの辺りお別れです。さよなら。